はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、スターリンクを導入してからですね、もう実は約2週間ぐらい経過しております。まあさすがにですね、もう4月に入ってますので、まあ雪降ったりっていうことはねないんですけども、まあ、雨とか強風とかですね、曇りとか、もちろん晴れも含めて、まあいろんな天候とかですね、まあそういったところをもう、まあ一通りちょっと経験をしたっていうね状態になります。で、スターリンクをちょっと本気で導入しようかなと迷ってる方もいると思いますので、まあ実際ガチで困っていてスターリンクを導入して本気で運用してみてどうだったのかっていうお話をしてみようかなと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということで、まあ、スターリンクについてのね、まず概要をサクッとまとめます。スターリンクっていうのはスペース X 社がですね運営している衛星を使ったインターネット回線のサービスになります。まあ、アンテナさえ設置できればですね、基本的にどんな場所でも、まあ、インターネットを使うことができるっていうのが魅力になってます。まあ、もちろんマンションだったりとか、もともとですねインターネット回線が引ける場所ですねであれば、まあ、わざわざスターリンクを、ね、使う必要はないと思うんですけども、まあ、一般的にはそもそもの固定回線が引けない環境で、インターネットを使いたいとか、もしくはですねこのアウトドアとかでキャンプをしながら高速なインターネット回線を使いたいとか、あと別荘とかですね、そういったところで使うっていうところも想定されているのかなっていうふうには思います。で、前回の動画のコメントで、まあ、スターリンクなんで使ってんですかっていう、ね、コメントが来たんですけども、まあ、うちの動画のこれまでの流れを全部見てる方はわかると思うんですけど、そうじゃない方もいると思いますので、なんでスターリンクを導入したのかっていうお話も軽くします。で、うちはですね今年、まあ、引っ越しをしました。まあ、新築の一軒家を建てて、今、住んでます。で、こちらの一軒家なんですけども、まあ、電柱がね、家の前にあるんですけど、インターネットの固定回線を引くためには、まあ、その電柱の建て替えが必要っていうことが分かりました。なので電柱の建て替えが完了するまではそもそも固定回線を引くことができないっていう状況になってます。なので実際ですね、普通の固定回線に関してはどこのプロバイダーでこの申し込みをしたとか、いつ申し込みをしたとかね、そういった時期とかも全く関係ないです。まあ、どこでいつ申し込んだとしても電柱の建て替えが完了しない限りは、まあ、固定回線がそもそも引けないっていう状況です。で、その電柱の建て替えいつ終わるのか、でいつ固定回線が引けるのかっていうのが未だにもう4月入ってますけど、不透明、全くわからないっていう状況で、今連絡待ちっていう状態です。まあ、おそらく見通しとしてはですね、まあ、夏ぐらいまで引けない可能性があると思っています。なので今回は、まあ、そういったまあ期間限定にはなるんですけども、スターリンクを使うことでこの固定回線が引けない間の通信環境を整えたいっていうのが、まあ、最大の目的になってます。まあ、そういった理由でね導入しました。いや、びっくりですよね。この4月入ってもね固定回線の目処が立たないとね、さすがにこの思ってなかったんですけども、立ってないんですよ。だけど意外と冷静でいられるというか、まあ、普通に YouTube の活動できてますよね。で、なんでかっていうと、まあ、これまで楽天モバイルをね使ってきたっていうところももちろんあるんですけども、その後継続して今度はスターリンクを、使い始めたっていうところも大きいです。まあ、要はですね、まあ、結論としてはある程度の品質でネット環境をですね快適に使うことはできているということです。はい。で、スターリンクのですね種類とプランの話ですね。で、スターリンクには、まあ、アンテナがまずありまして、でルーターがあります。で、そのハードウェアに関してはですね、今のところ半額になっているみたいで、3万6500円で購入することができます。で、それ購入しました。で、その購入したセットの中にはこのルーターとアンテナとそれをつなぐケーブルが入っています。それだけです。で、注意点としてはそのルーターにはですねイーサネットアダプターがないです。有線接続ができないルーターになってますので、想定されているのはこのアンテナとルーターをつないで、で、そのスターリンクのルーターから飛ぶ Wi-Fi で運用することが想定されてます。だけどそれだとちょっと困るんですよね。うち有線接続もしたいし、まあ、メッシュ Wi-Fi で家中に Wi-Fi 電波拡張したいので、それだと困るということで追加でイーサネットアダプターを購入しました。約1万円ぐらいですね。で、これを購入して、でイーサネットアダプター経由で、まあ、普段使っている Wi-Fi ルーターの方に接続をしてメッシュ化して家中で、電波を飛ばしているという形で運用しています。で、まあ、それでもうしばらく運用していて、まあ、家中に電波を飛ばすっていうところとか、まあ、安定性も含めて、全く問題がないという状況になります。で、プランに関しては、まあ、大きく分けるとですね、レジデンシャルっていうプランと RV っていうプランがあります。で、今 RV っていうプランの方が名前が変わったみたいで、今ですねスターリンクローム
ームっていう、ね、名前に変わってますね。だからもう RV プランじゃなくてロームっていうプランになってます。まあ実質中身は一緒だと思います。でこの2つの違いはですね、レジデンシャルっていうのは、まあ、自宅でもう固定でもうずっと使っていきますよっていう方向けのプランになります。でこちらはまあハードウェア購入して月額が6600円ですね。でもう一つですね、スターリンクのロームですね、自分が契約しているプランに関しては、まあ、自宅でも使えるし、まあ、アウトドアとか、まあ、キャンプだったり移動したりとかいろんな場所で使えるっていうのがロームっていうプランになります。でこのロームっていうプランに関してはサービスの一時停止一時解約ができます。なので今月は使いたいなっていう時は、まあ、使うことができるし、まあ、ちょっと今月はね使わないかなっていう時は一時停止ができます。でうちの場合はですね、固定回線が引けるまでの、期間限定なんですよ。なので固定回線が引けるまでの間の数ヶ月間は使い続けます。でその後、ね、固定回線が引けたらですね、まあ、基本的に自宅で使うことはもうなくなりますので、まあ、その後はハードウェアだけ保管しておいて、いざという時固定回線が何かのトラブルでちょっと使えなくなっちゃったりとかした時の予備の回線として持っておこうと思ってます。でその時だけまた一時再開して使うっていう感じですね。なんでまあバックアップ用のね回線として、まあ今後はね持っておこうと思ってます。まあそういった使い方をしたいっていう場合はロームっていうねプランがいいんじゃないかなと思います。でこちらのプランが月額がですね9900円です。ちょっと高いです。ただね使わないとき一時停止ができますので、まあうちみたいな環境であれば、まあ、ロームがいいんじゃないかなと思います。でこれまでの話をちょっと分かりやすくね、まあまとめていくんですけども、まず注文しますよと。でまあ住所とか入力して、注文すると端末が届きます。で端末を開封して次は設置をしていくっていう段階になります。で設置がちょっとね大変なんですよね。というのもアンテナとルーターがあって、で、アンテナは外に置く必要があります。で、ルーターは家の中に置く必要があります。で、アンテナにケーブルを接続して、で、そのケーブルをルーターに接続する必要があります。で、そのルーターから、コンセントに接続して電源を取ります。なので、要は外に設置するアンテナと宅内に設置するルーター、これをですね、ケーブル1本でつなぐ必要が出てきます。だから外と家の中のケーブルをつなぐ必要があるんですよね。でこれが結構苦戦したところで、まあ、全部動画でもお話ししてますが、まあ、ちょっとね個人でやるのは厳しいです。まあ、業者にお願いするのがね確実かと思うんですけども、まあ、家の中と外を、まあ、何かしらの配管だったりとか、そういったところを通してつなぐ必要があるんですよ。で一般的にはこのエアコンのですね配管とか、そういったところからケーブルを通すっていう人が多いみたいです。でうちはですね屋上に、スターリンクのアンテナを設置して、基礎の貫通部を通して床下に入ってきて1階パントリーのちょっと目立たない位置から、まあ、ケーブルを取り出して、接続してるっていう形になります。なのでまあちょっと工事をしました。でその工事費用もですね、まあ、やっぱり数万円とかで、ね、かかってるんですよね。なのでスターリンクをですね自宅でしっかりと運用しようとなるとやっぱりこの工事費用だったりとか、まあ、ケーブルを家の中に引き込むっていう作業が必要になるっていうところは注意点かなと思います。まあ、うちの場合はですね、まあ、新築建てたばっかりなので、まあ、うちの構造とかも隅々まで知り尽くしているこの現場監督の人と、あとはね、電気工事店の人ですね、に、お願いして設置をしてもらいました。はい、まあ、ここまでですね。で、まあ、無事に設置ができましたよと。じゃあ、しばらく運用してみてどうなのかっていうね、まあ、本題に入ってきます。で、まず初日使った時点でね、ちょっと速度にびっくりしたね、ところもあったんですけども、まあ、300メガ超えていたりとかね、したこともありましたが、まあ、実際にですね、運用してみて、速度は平均的にどのぐらい出てるのかっていうと、もちろんルーターとの距離とかね、そういったところによっても若干変わりますが、まあ、平均して200メガ BPS 以上ぐらいは出てることがほとんどです。まあ、さっきね、直前に測ってみたのがこんな感じですね。ダウンロード 240Mbps 出ております。はい。まあ、結構何回も測ってますけども、8割、9割ぐらいの確率で、まあ、200Mbps を超えるぐらいは出てるなっていうところです。で、これも数週間使ってみて実際そうなので、ダウンロード速度に関しては非常に安定してると思います。正直なところ、日常生活をする上で、このダウンロード速度で困ることはもう全然ないという状態です。まあ、これよりもさらに速くなればなるほどですね、やっぱり快適性増すと思うんですけども、200メガ出ていれば、まあ、ストリーミングで動画見たりとかするのももちろんですし、何か結構大きいファイルをダウンロードするとか、そういったところで困るっていうこともないレベルかと思います。実際ここ最近だとこのレッスルマニアですね、これももう本当に快適に見れまして、まあ、高画質で一度も途切れず見れましたと。まあ、プロレスの大きいイベントですね、これも見れたし、アニメだと最近ニーアオートマタっていうアニメ見てますけども、まあ、快適
的に途切れることなく高画質で見れてます。であとまあディズニープラスでマンダロリアンの、ね、シーズン3ですね、これも最近見てますけども、まあ快適に高画質で見れてます。まあ、基本的に 4K 動画とかであっても全くね、途切れたりすることなく見れています。であとはゲームのダウンロードですね、ちょっと最近あのバイオハザードの RE4 っていうのがまあ発売しまして、あちょっと面白そうだなやりたいなと思ったんですよ。だけどちょっと久々でですね、あの原作の結構前のやつはやったんですけども、最近このリメイクされた RE シリーズやってなかったので、RE2、RE3 とやってから RE4 をやろうかなと思ったので、ちょっと RE2 をね、購入してダウンロードしてみました。で、その結果、まあ40分ぐらいで、まあ20数ギガのね、ダウンロードが終わりました。PS5 とかのゲームのダウンロードに関しても、まあ1時間かからずね、ダウンロードが完了したので、まあ非常に早かったと思います。まあ正直なところ、このダウンロード速度に関してですね、まあマンション時代ですね、VDSL の回線を使って、まあ住人と共有していた回線の頃と比べて、格段に快適になってます。まああの頃は正直こんな速度でね、通信できてないですからね、30、40、50Mbps ぐらいで、しかも安定もしないっていう感じだったので、まあ結構苦戦してました。ゲームのダウンロードに関しても半日とかね、かかってたんですけども、明らかに早くなって安定もしているっていう感じです。で、まあ安定感も増しているっていう話をしたんですけども、天候とか時間とかですね、その辺によって違いはあるのかっていうところですね。正直なところ、時間による違いっていうのは、まあ感じてないですね。うん。いつ測っても、一番遅くても100メガ超えてるし、まあ、調子良ければ200メガ BPS 前後っていうところは出てます。はい。100メガ BPS を切るっていうことはほぼほぼないですね。まあ、それは朝でも夜でもっていう感じです。で、あとはですね、天候ですね。風が強い日、曇りの日、雨の日は経験しました。で、曇ってて、まあ、すごい雨降ってる日にちょっと測ってみたんですけども、はい。ということで、今日はですね、めちゃくちゃ雨が強い日でございます。ちょっとだけ庭を見せますけども、あのまだ工事中なんでね、あんまり綺麗じゃないんですけど、はい。まあ、雨がねすごい降ってるんですよ。まあ、この辺見ていくと伝わりますよね。まあ、めっちゃ雨降ってるんですよ。で、この状態でまあ、スターリンクの速度がですねどうかっていうところですよね。チェックしましょう。はい、じゃあちょっといつもの通り見ていきます。 Wi-Fi 使ってます。おー、全然問題ないですね。まあ、雨がかなり強い、まあ、天気が悪い日でも、このぐらい出てますね。200メガ。アップロードが、あ、結構いくやん。嘘でしょ？あー、まあまあ、こんな感じの結果でした。はい。ダウンロード200メガのアップロードが35メガ BPS ですね。天気はめちゃくちゃ雨です。ひどい天気です。雨降ってますよっていう天気になります。まあ天候にそんな左右されてるイメージはないですね。で、あと風の影響とかも特に受けてなくて、わりかしこの風速10メートルの日とかも結構あったんですけども、まあ特に問題なく、通信の方はできております。で、雪に関しては経験してないですね。だけど一応機能として、あのアンテナにはですね、融雪機能がついてます。雪降ったらアンテナ本体が自動的に加熱して雪を溶かしてくれますよっていう機能も入ってるので、まあ、大丈夫だとは思うんですけども、まあ、問題としてはですね、めちゃくちゃ積もった時にアンテナの表面は大丈夫だとしても、その下地の部分とか雪で埋もれちゃったりとかね、することはあるのかなとか、ちょっとねその辺はまあ設置次第かなっていうふうには思います。ただね、あの雪が次降るまでは多分使い続けることはないと思うので、まあ、なかなかちょっとここはね難しいところですよね。で、一番困ってるところはもう皆さんご存知というかね、気づいてると思います。アップロードの速度ね、これが本当に辛いですね。遅いです。ここまで遅いのかっていうぐらいですね。まあ遅いんですよね。まあダウンロードが 200Mbps、出てましたと。アップロードがまあその10分の1ぐらいなんですよ。 20Mbps 前後、ぐらいになっちゃいます。で、このアップロード速度はまあ、マンション時代より遅いです。なので、動画をアップロードするのに結構時間かかります。今のところ、まあ、通常のこの 4K 動画アップするのに、まあ、1時間前後、まあ、もうちょっとかかる場合もあるかなっていうところで、アップロードするのにめっちゃ時間かかるので、まあ、やっぱりね、1日何本も YouTube 上に動画アップするので、その待ち時間が結構増えてしまうのが、ストレスになってます。ただですね、使ってて感じてるのはアップロード速度ね、まあ、遅いんですけど安定はしてるなと思います。はい。まあ、遅いところでずっと安定してるっていう感じなので、まあ、不安定になって、まあ、アップロード速度がすごい
前後しちゃうとかね、変わっちゃうっていうことは少ないなと思います。10Mbps を切ることはさすがにないかな。15から、まあ、20Mbps ぐらいが多い印象です。まあ、途切れたりはしないけど、まあ、ずっとね、遅いところで推移してるっていう感じですね。で、まあ、このぐらいの速度だと、一応ですね、リモートワークでテレビ会議をするっていうぐらいだったら、まあ、ギリギリ問題ないかなっていうぐらいではあります。ただ、困るのは、やっぱり大容量の数ギガバイトとかのファイルを、まあ、クラウド上にアップしたりとか、まあ、自分みたいに YouTube 上にアップするっていう時に、時間がかかるというところ、ね、ここが一番困るところかなと思います。動画を見たりとか、まあ、ゲームをダウンロードしたりとか何かしらのコンテンツを楽しむときは問題ないですよ。だけど仕事になってくるとやっぱりアップロードも必要になってくるので、まあ、そういう時に、まあ、ちょっとストレスを感じてしまうのが、まあ、スターリンクなのかなっていうふうに思います。なので課題としてはやっぱりアップロードが遅いっていうところ、ここを改善していくと、まあ、かなりですね快適性も上がるのかなっていうふうに思いました。ただまあ課題がね少しあった方がね、何かしら楽しいかなと思いますので、まあ、ちょっとこのままね少しストレスあるんですけども、まあ、我慢して使って、で、いざね、固定回線が引けたっていう時の喜びとかもですね、やっぱり今課題があった方がね、まあ、さらにその喜びって大きくなると思うんで、まあ、ちょっと今ね、辛い状況ではあるんですけども、まあ、引き続き、こちらで運用していこうと思ってます。ちなみに楽天モバイルのね、固定回線化の話とかもしましたけども、まあ、あの時よりもさらにですね、まあ、もう一歩快適にはなってます。まあ、特にダウンロード速度がですね、まあ、楽天モバイルでやっていた時よりも、まあ、数値的にもう5倍ぐらいになってますので、めちゃめちゃ快適になってます。で、アップロード速度に関しては、まあ、そこまで大差ないかなっていう感じですね。はい。はい、ということで、スターリンクね、実運用してみての話ということでまとめてみました。まあ、時間の影響、天候の影響っていうところもそこまで大きく受けることもなく、ずっと毎日使っていて、まあ、非常に快適にね、過ごすことができています。まあ、おすすめの人とね、そうじゃない人まとめますと、まあ、うちみたいにですね、通信環境のインフラが何かしらの事情があって引けないよっていう方、まあ、そういった方に非常におすすめできます。あともう場所的にも固定回線そもそも引けませんよっていう人もね、まあ、スターリンクを使うと非常に快適になるんじゃないかなと思います。あとですね、YouTuber とか、まあ、リモートワークとかですね、結構大容量のデータを、まあ、毎日扱うでアップロードするっていう方には、まあ、正直あんまりおすすめはできないかなっていうところです。まあ、自分 YouTuber なので自分はあんまりおすすめできない立場になっちゃうんですけども、ただ他に選択肢がない状態なので、まあ、今のところね、これで使うしかないかなっていうところです。まあ、仕事ができないわけじゃなくて、まあ、ちょっと遅くてストレスがかかるっていう、まあ、そのぐらいなので、まあ、我慢はできるレベルかなっていうところではあります。まあ、そんな感じになります。まあ、スターリンクの方ですね、ちょっとこれから検討したいとか、まあ、実際どうなのっていうふうに感じてる方ですね、参考にしていただければと思います。まあ、ちょっとおそらくね、あと数ヶ月、1、2、3ヶ月ぐらいはちょっとスターリンクで使い続けることになるんじゃないかなと思っております。ということで、今日こんな感じで以上になります。この動画良かったら高評価、チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。